11月14日、海上自衛隊ハモが、三型護衛艦の8番目の艦、幽別を浸水させた。モが三型護衛艦は、日本の最新鋭の水上戦闘艦で、三菱が、驚異的な建造スピードで建造している。今回は、モが、三型8番艦幽別浸水で、海上自衛隊は、どう変化するか詳しく深掘りします。岸内閣はごたごたしていますが、支持率最低で解散するなら、自民党が負けてしまう可能性が出てきましたね。日本の防衛省は、しっかりとしてほしいものです。そういえば、次の MMF は、日本の建造技術を凝縮される予定ですよ。あれとあれの技術かな。この2023年において、海上自衛隊の水上戦闘艦として、最新型の艦艇であるのハモが三型護衛艦、艦首記号、FFM だが、11月14日に、同艦の早くも8番目となる艦艇が浸水を果たし、艦名は、幽別となることが公表された。モが三型護衛艦といえば、かつての大日本帝国海軍時代の軽巡洋艦の命名にも用いられていた。日本全国の河川名を艦名として付与する命名基準が採用されており、今回も北海道の幽別川にその艦名はちなんでいる。北海道の幽別川は、紋別郡遠軽町に所在する天狗岳を水源にして北東方向に流れている一級河川であり、最終的には道郡の幽別町からオホーツク海に注いでおり、海上自衛隊としては2度目の命名となった。海上自衛隊において初めて、まず、幽別の艦名が付与されたのは、艦首記号、DE の、主として沿岸警備用の夕張型護衛艦の1番艦であり、同艦は、1982年に寄港、1984年に就役、2010年に除籍となっていた。そのため、幽別という艦名自体は、実に、13年ぶりの復活という形であり、夕張型護衛艦自体が2隻しか建造されなかったことも相まって、この艦名に聞き覚えがあるという方はかなりの少数派ではないだろうか。もが、三型護衛艦は、冒頭でも述べた通り、現行の海上自衛隊の中で最新鋭の水上戦闘艦であるが、2023年1月に、防衛装備庁では、これに代わる新型 FFM の建造に移行する動きを開始しており、残りは、4隻の建造が予定されている。新型 FFM は、少なくとも、現時点で、12隻の建造が行われると目されており、これを考慮すればも、が、三型護衛艦12隻と合わせて、合計24隻の収益が確実視され、海上自衛隊における主力の水上戦闘艦の位置を占めるのが FFM となる。さてもが三型護衛艦だが、これまでは、1番艦、も、がみと、2番艦、熊野が、2019年10月、3番艦、の城と4番艦、三熊が、2020年7月に寄港され、1番艦、もがみ、2番艦、熊野、3番艦、の城が、2022年に就役を迎えている。5番艦、矢作と6番艦、阿賀野は、2021年6月に寄港され、4番艦、三熊が、2023年3月に、就役済み、5番艦、矢作が、同年末に就役予定で、7番艦、伊予土が、2022年6月に寄港、6番艦、阿賀野と共に、2024年内に就役する予定となっている。基本として、平均的にもが三型護衛艦は、1年に、ほぼ2隻ずつ、が、3月と12月に就役するサイクルで、建造が進められている状態であり、このペースは、今後の新型 FFM においても同様に維持されるものと見さされている。そのためもが、三型に続く新型 FFM も、2024年度の計画から、6年にわたって12隻が建造される予定となっており、現状で、ハモが、三型護衛艦を含めて、40年間を就役させ運用する前提とされているが、いささか長いようにも感じられる。もちろん、各時代の進化に合わせて、各々の艦艇の近代化改修等は随時行われていくのだと思われるが、従来の護衛艦が平均的には30年前後で退役を迎えていたことを考慮すれば、長い期間を想定されている艦を強くする。冒頭でも述べた通り、
今回の幽別と同じ艦名を付与されていた夕張型護衛艦は、2隻しか建造されていない希少種ではあったが、両艦ともに 27.8 年で退役を行っており、代替が進められた。この夕張型護衛艦に次いで建造された艦種記号 DE が今も就役を続ける阿武隈型護衛艦であり、こちらは1989年から1993年にかけて全6隻が就役し、一番艦でネームシップの阿武隈は今年で35年目を迎える。これら阿武隈型護衛艦の代替を行う目的で建造されたのが最上型護衛艦であり、2022年末に新たに策定され閣議決定を終えた防衛力整備計画によれば、阿武隈型護衛艦は2027年度中に全艦が退役する方向が打ち出された。阿武隈型護衛艦の最終の6番艦であるドネは1993年に就役をしているため、ここから逆算すれば35年目に退役を迎えることが決定された格好だが、最上型護衛艦以降はこれに比しても大幅に運用期間を延伸することが見て取れる。1991年に旧ソ連が崩壊を迎えたことで、それまで日本が最大の仮想敵国としてきた脅威が一旦消滅した形となり、日本のみならず西側諸国全般で軍事費の抑制傾向が高まり、軒並み各種の兵器の運用期間は延伸される傾向にあった。しかし2022年2月に正規したロシアによるウクライナ侵攻や南シナ海をはじめ海軍力の増強を強硬に推し進め、武力侵攻か否かは別としても台湾の併合を標榜する中国を見た場合、海上戦力の近代化は避けて通れないようにも思える。そのためここ5年内には日本でも新たないわゆる安全保障関連の3文書の内容の改定によって、海上自衛隊の艦艇の強化が今の防衛予算の引き上げを継続し、さらなる新型艦艇の建造を余儀なくされる事態となる可能性も高いだろう。現時点、2023年11月中旬を過ぎたあたりでは、ロシア・ウクライナ戦争における戦いの主導権は、残念ながらロシア側に引き戻されている感が強く、このままウクライナが軍事的に有効な領土奪還を行えない可能性も高まりつつあるように見える。そうした動きが確定的となった場合、西側諸国は否が追うでも軍事予算の増強とそれに伴う装備の強化を行う必要性に迫られることは明白であり、東西冷戦の終結によって続いていた軍備の縮小傾向は終焉を迎える恐れが強い。日本の場合、ウクライナには大変恐縮ながら四方を広い領海と排他的経済水域で囲まれた地理的な環境下にあるため、彼の国が遭遇しているような陸上兵力による仮想敵国の侵攻をすぐに受けるような事態にはならないだろう。切れ、ゆえに、仮想敵国の部隊が接近してこないように、その艦艇を排除する戦術と兵器が必須であり、具体的には、長射程の空対艦、艦対艦、地対艦のミサイル兵器が、最も重要な装備となるのだと思われる。もっか、味方護衛艦やその後を担う新型 FFM についても、その機雷の敷設から除去までを担う汎用性の高さは、大きな戦力となるとは思えるが、いかんせん重兵装である VLS、垂直発射艦は、前者で、マーク41を、16セル搭載可能な仕様で、対艦攻撃には不安が残る。新型 FFM では、こうした点を考慮して、VLS、垂直発射艦の数を増加させることも検討させるのかもしれないが、艦隊の大型化を図らない限り、そこまで増強が可能とは思えず、その任は、艦艇として、やはりイージス護衛艦等に依存するしかないのだろう。現状で、海上自衛隊は、イージス護衛艦を8隻から10隻体制へと増加させることに加えて、イージスアショアの代替を担うべく企画されたイージスシステム搭載艦2隻にも、艦対艦ミサイルの搭載を行うと見さされている。しかし、これらイージス護衛艦やイージスシステム搭載艦は、北朝鮮をはじめとする
長距離弾道弾の迎撃を主任務とする運用から、すぐには多用途に対応させることは厳しく、人認識地対艦誘導弾等の能力向上型等の地上兵器をまず強化する必要があると思える。目下、味方護衛艦は消費とかにも注力されており、わずか90名ほどの乗組員で、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの規模の艦艇を運用する仕様であることは、非常に効率は高そうだ。今のロシア・ウクライナ戦争を見ていると、ロシア海軍の黒海艦隊は、ウクライナの非対称戦によって少なくない被害を被っていることも事実としてあるので、今後の艦艇には、対空防御兵層の充実も必須になるだろう。その点においても、やはり、VLS 垂直発射艦が16セルというのは少し少なすぎる気が個人的にはしており、せめて、新型 FFM では、なんとか倍の32セル程度には増強できないものかと期待せずにはいられない。